はい、今回は5月16日から開催となるブリヂストンレディスオープンについて語っていきたいと思います。2024年第12戦、今大会の開催場所は千葉県での開催となります。まずはブリヂストンレディスの概要についてですが、開催日は5月16日から5月19日の4日間競技となっています。賞金総額は1億円、優勝賞金は1800万円となっています。開催場所は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース、全長6731ヤード、パー72のセッティングとなっています。ブリヂストンレディースオープンは1983年から中京テレビブリヂストンレディースオープンとして開催されました。2022年から現在のブリヂストンレディースオープンに名称変更され、さらに4日間大会に変更されました。2023年に山下美夢有選手が通算18アンダーで優勝となり、大会トーナメントレコードを出しています。開催場所となる袖ヶ浦カンツリークラブ袖浦コースは千葉県にあるゴルフ場です。1960年に開場しているゴルフ場で、豊富な林でセパレートされ、フラットではあるが変化に富んだ丘陵林間コースとなっています。各選手がどのようなコースマネジメントでプレーするのか注目ですね。ディフェンディングチャンピオンは山下美夢有選手となります。通算18アンダーでの優勝でした。3日目に2打差リードでの単独トップに立ち、最終日は2位と7打差リードとなる圧倒的なゴルフを見せての優勝となりました。そして今シーズン、スタッツとしては平均飛距離が55位、フェアウェイキープ率が2位、パーオン率が11位、リカバリー率が2位、パーオン時の平均パット数が4位となっています。飛距離以外は素晴らしいスタッツになっていますね。特にショートゲームは非常にレベルが高いです。前の週の RKB 三井松島レディスでは2位という成績でした。最終日にトップタイでスタートしたものの、スコアを大きく伸ばすことができず、優勝を逃す結果となりました。まだ今季優勝がないものの、8試合に出場し、予選落ちは1回もなく、成績は全てトップ20位以内と安定しており、トップ10入りは4回あります。現在3試合連続でトップ10入りが続いているので、ゴルフの調子は良さそうです。ただパットで惜しい場面があるのが課題となってくるでしょうか。今大会でも再びトップ10入りで優勝争いのプレーを見せてくれそうな気がします。そして連覇となるかどうか注目ですね。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。今回は独断と偏見でピックアップしていきたいと思います。まずは佐久間朱莉選手。スタッツとしては平均飛距離が25位、フェアウェイキープ率が19位、パーオン率が7位、リカバリー率が16位、パーオン時の平均パット数が1位となっています。全体的にバランスが良く、総合力が高い選手ですね。パーオン時の平均パット数が1位というのがすごいです。安定したゴルフでパーセーブ率も2位となっています。前の週の RKB 三井松島レディスでは13位という成績でした。最終日最終組でトップタイでのスタートだったのですが、1番ホールでボギー発進となり、そこからなかなか流れに乗ることができず失速し、順位後退となってしまいました。今季4度目の優勝争いのプレーだったのですが、初優勝は再びお預けという結果になりました。リベンジの1日として臨んだものの、何もうまくいかなかったと悔しいコメントとなっていました。ただ諦める気持ちは一切ないと思うので、今大会でも再び上位での活躍に期待をしたいです。そして初優勝を掴んでいってほしいですね。そして金澤志奈選手。スタッツとしては平均飛距離が61位、フェアウェイキープ率が39位、パーオン率が28位、リカバリー率が26位、パーオン時の平均パット数が21位となっています。ショットからグリーン周り、そしてパットまでバランスが良い選手ですね。また3パット率が8位、ダブルボギー率が4位と大叩きをあまりせず、安定したプレーができる選手でもあります。前の週の RKB 三井松島レディスでは4位という成績でした。メジャー大会のサロンパスカップに続き、2試合連続でトップ10入りの成績を出し、ゴルフの調子は上向いていると思います。あとは予選ラウンドの方が平均ストロークが良いので、最終日にかけて決勝ラウンドでもスコアを伸ばしていけると、さらに上位で活躍ができそうな気がします。3試合連続でトップ10入りする活躍が見たいですね。そして桑木志帆選手。スタッツとしては平均飛距離が18位、フェアウェイキープ率が16位、パーオン率が18位、リカバリー率が48位、パーオン時の平均パット数が36位となっています。
トータルドライビングが1位でドライバーが得意な選手でもあります。またパンオ率が18位とショットの精度も高いです。あとはリカバリー率とパットの数値を上げていきたいところですね。前の週の RKB 三井松島レディスでは10位という成績でした。最終日スコアとしては動きが少なく、1アンダーでスコアを伸ばすプレーとなっていました。直近8試合では予選落ちがなく、トップ10入りも4回あり、ゴルフの調子は良さそうです。桑木志帆選手も初優勝をつかめる実力があると思うので、今大会でも上位での活躍を見せてほしいですね。そして小林夢佳選手、スタッツとしては平均飛距離が5位、フェアウェイキープ率が76位、パンオン率が15位、リカバリー率が55位、パンオン時の平均パット数が77位となっています。ドライバーの飛距離を武器としてパンオン率15位とショットの精度も高いですね。あとはリカバリー率とパット数を改善していきたいところです。前の週の RKB 三井松島レディスでは13位という成績でした。小林夢佳選手は非常に調子の波が大きい印象があります。トップ10入りと予選落ちが毎試合で交互になっていたりします。ただ直近2試合ではメジャーのサロンパスカップで9位、その後は13位と上位の成績を出していってるので、この調子をキープし今大会でも活躍を見せてほしいですね。3月のアクサレディスでは優勝争いのプレーもあったので、再び優勝争いの活躍を見せてほしいです。そして清本美波選手、注目度ナンバーワンのツアールーキーの選手となりますね。前の週のステップアップツアーの CTBC レディスでは38位という成績でした。今季レギュラーツアーは4試合に出場し、いずれも予選落ち。ステップアップツアーは2試合に出場し、22位と38位の成績を出しています。ステップアップツアーでは予選をしっかり通過するものの、なかなか上位の成績を出せずという感じになっていますね。スイング改造も手掛けているということで、その影響もあるのかもしれません。今大会レギュラーツアーの試合でなんとか予選を通過し、4日間でのプレーを見せてほしいですね。そして吉田優利選手、米女子ツアーを主戦場としていますが、今季初の国内ツアー参戦となります。また地元千葉県での開催となりますね。今季の序盤スケジュール的には米女子ツアーに参戦する前に国内ツアーの試合に出場できるタイミングもあったのですが、米女子ツアーの準備を優先したため国内ツアーの出場はこのタイミングが初となります。前の週の米女子ツアーのファウンダーズカップでは50位という成績でした。最終日はスコアを2つ落とす苦戦するラウンドとなってしまいました。先日開催の国内メジャーであるサロンパスカップではディフェンディングチャンピオンだったものの、欠場する判断をして米女子ツアーに専念をしていました。そして全米女子オープンの出場資格は見事に獲得したものの、米女子ツアーの出場資格については第1回目のリシャッフルで出場優先度を上げることができない見込みとなるため、今後に出場できる試合が大きく限られてくるかもしれません。米女子ツアーの方は厳しい状況となっていますが、久々の国内ツアーで試合での活躍を見れるのは嬉しいですね。海外の試合経験も生かして上位の活躍に期待できると思うので楽しみにしたいと思います。はい、今回はブリヂストンレディスについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。